こんにちは、ただいまご紹介あずまかりました平安商店の近と申します。日頃は我が当社の事業に ご支援ご協力をいただいて大変ありがたく、この場をお借りして、御礼申し上げます。ありがとうございます。本日は国産大豆に臨むことということで、当社が取り組んでおります内容についてお話しさせていただきますとともに、需要拡大に向けて、ご協力をこれからもどんどんいただきたいと思っておりましたんで、一つそういったところを踏まえてお話しさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。当社の概要なんですが、有限会社平安商店、岩手県の盛岡にありまして、社長は平野隆と申します。明治34年に盛岡で、こんにゃく、もともとはこんにゃく屋さんなんですが、豆腐の原料の卸販売等を始めました。先ほどありましたが、1992年に豆腐工場を新設して、岩手県内のスーパー等を中心に販売しております。つい最近ですと、2020年に花巻に、M&A で、ちょっと会社をあれしまして、豆腐の製造拠点を移して、岩手県産大豆商品の増産に図っております。2024年今年度ですが、創業は1230年を迎えることになりまして、中小零細ではありますが、歴史の長い会社にはなっております。従業員数は40名で、大体売上高が6億円ぐらいです。まあ、製造品目は、豆腐こんにゃくという形になります。で、はい。売上の構成比なんですが、やはり豆腐がほとんど半分以上、こんにゃくから立ち上げてはいるんですが、こんにゃくの方が少なくて、こんにゃく、揚げ、惣菜、その他になります。で、大豆の比率なんですが、県産大豆が3割ちょっとで、ほとんどが外国産大豆というところになります。まあそういった部分で、まあ今まで外国産の方が単価も安くて、比較的安定しておりましたが、まあ流動なども同じで使いやすいとか、そういった点もあって、まあ外国産の方が多くなっているような状態です。はい。で、まあ、やはりそれでも、国産、県産の製品の方にシフトをしてきたいわけなんですが、安定した美味しさを供給するためにというところで、県産大豆等に関しては、お客様からの要望とか、年間必要数の確保、それから品質安定のためのブランド、それから品種と流度というようなところで、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。はい。まあ、国産大豆に臨むことというような題名ですけど、実際のところは私ども岩手県産大豆 100% であって、他県のものは使っておりません。ですから、まあ何が何でも岩手県産の大豆を増やしていただいて、頑張っていただきたいというところが正直なところなんですが、まあ一つ安定した美味しさを提供するためにというところで、まあ一つお客様からの要望が結構あります。まあその中では、まあ県内ではご存知かと思いますが、岩手県産大豆 100% のお豆腐を食べたいというところで、岩手生協様というところを PB 契約を結んで、豆腐、絹ごし、重点豆腐、手揚げなどを全部岩手県産の原料を使った中で、製造しております。そういったところで、まずそういったお客様がいますというところで、その県産の大豆を必ず使わなきゃない商品がありますよというところが一点です。はい。それから、まあ、安定した美味しさを提供するためにというところでは、まあ、当然、そういうお客様がいらっしゃるもんで、年間数、必要数を確保していかなきゃないです。で、まあ、先ほども言いましたけど、岩手県産大豆以外では作ることができないんで、何が何でも確保しなきゃないんです。
それから、まあ、仕入れ先さんの協力とか、まあ、全農さんへの働きかけとか、まあ、必ずその大豆を必要とする部分があります。まあ、あと、一部、営農組合さんと直接栽培契約を結んどいて、そういった部分で、12月の早出しみたいな感じで、その原料を供給していただいているところも、取り組みの中ではあります。まあ、大豆の品種はなかなか指定ができないんで、前だと南部白目とか優秀な品種もありましたが、なかなかそういう品種にこだわってしまうと、不作の場合に取れなくなりましたとか、できませんとかっていうふうになると困るんで、できるだけ品種指定はせずに、岩手県産大豆という括りの中で、一応今は製造して安定供給をできるようにというところで対応をさせていただいてます。大体契約数であると、年間220トンぐらい、うちの方で岩手県産の大豆を使用しております。で、まあ、そういった部分で、いろいろまあ、直接契約させていただいているところもあるんですが、やはり倉庫の問題とか、まあ、お支払いの面とか、いろいろそういったものも含めで、まあ、なかなか直接契約だけでは、対応できない部分があるんで、全農岩手さんとか全農本部さんとか、それから、まあ、富谷さん等々の、ご協力を得て、収量の確保を行っているというところです。はい。で、まあ、安定した美味しさを提供するために、まあ、これがそうなんですが、まあ、本当であれば、なんて言いますか、大流一等なる一等を使う、先ほど言った220トン全部欲しいわけなんですが、なかなか内容的にはそうもいかないために、まあ、豊作であれば比較的安定していただけるとは思うんですが、まあ、一等、二等、三等とか、大流、中流、小流とあるもんで、年間を通して安定した商品を作りたいので、まあ、例えば、年の初めに大流、一等を全部使って、後半戦が小流の加工大豆しかないよってなると、なかなか品質安定ができないもんで、1年間買い込んだ大豆を一応その年にはよりますが、ブレンド計画を立てます。で、年間、まあ、言い方はちょっと語弊ありますが、ある程度年間ずっと安定できるように、大流、中流、小流等々自分たちが入手した大豆の年間の使用計画を立てて、それをブレンドしながらつけていきます。で、そういった部分で、中流や小流だけにならないように、1年間を計算して、ブレンド比率を立てて、まあ、品質安定というか、まあ、豆腐の安定も測って、そういう苦労はちょっとあります。まあ、本来であれば、大流糸がずっと年間安定して使えれば一番いいんですが、そうはなかなかいかないもんで、そういった中で品質の部分で、そういった、ブレンドをさせていただいてます。はい。それで、まあ、安定した美味しさを提供するためにちょっとダブるんですが、今は、先ほど言いましたように、周流、流法、まあ、周流等々は新しい品種で改良されて、豆腐の適性も良いとは言われますが、まあ、自分は詳しくないですが、連作障害とかいろいろな弊害があるようで、なかなか普及の方があんまり多くないのかなというような形では、今一番多いのは流法になっております。まあそういった部分で、まあさらにどん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 美味しい、豆腐ができるための、加工適性のあるような、あとはブランド化できるような大豆があると非常に我々としても、扱いやすくなってきますんで、まあ全国でそういった、岩手県でそういった大豆の新しい品種とか、そういうぶどまりが良くなるような品種が、どん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 できてくれると非常に助かるなというところで、収量が多くて、そういうふうな取れる技術や生産者様の対応、そういった部分を改めて、お願いしてって、向上してってもらって、我々の方に提供していただければ非常にありがたいなというような思いで、一応対応しております。で、まあ、国産大豆に臨むことということで、今後もなんですが、
まあ、今皆さんもご存知のように遺伝子組み換えでないと表示できる大豆生産流通を進んでやっていきたいというところなんです。まあ、当然岩手生協さん等々もありますけども、遺伝子組み換え表示の制度の義務化になっておりましたので、豆腐の加工段階では我々も分別体制をとってます。今までは外国産と国内産、まあ県産大豆の親戚、豆をつけるどこどこは一緒のラインでやってたんですが、やっぱり法律改正になりましたんで、もうコンタミっていうか混ざるのがもうダメなもんで、県産大豆の供給ラインと外国産大豆の供給ラインというのを別にして、つける場所、置き場所などを分けて、遺伝子組み換え大豆での表示をしているというところもあります。まあ、そういったところでラインは1ラインしかないもんで、じゃあどうやってんだっていう話になった場合には、基本的には、県産大豆を朝一番に継ぐって、その後に外国産大豆を継ぐって、で終了した後は洗浄をして、基本的にはそこで一回きれいになりまして、皿の部分で県産大豆を使っていくということで、そのコンタミ防止って言いますか、そういった部分の保証をしているというようなことで、一応なかなかやっぱり区分の仕方が大変になってきてるんで、そういった部分ではちょっと苦労はあるところです。まあいつもはまあ正直我々が思うことは、生産者さんのご苦労もあると思いますし、気候変動等もあると思いますが、いつもやはり安定して豊作であってほしいなと常日頃からまあ使う側としては願っている次第です。まあどうしてもやっぱり不作になってきた場合に物が取れない、品質が悪いというようなことにもなりますんで、まあ豆腐作りに使う大豆も、大流一等がまあ希望等々でありますが、まあ別に大流一等ではなくてもいいんですが、やはり基本的にそこが、一番のブランドになってきますんで、まあそういった部分、まああと豆腐屋なんで、豆がちょっと陰でだったりとか、そういった部分でも使えるんじゃないかということにはなるんですが、まあやはり市販とか劣皮は困るんです。で、やはり陰出る場合でも、要は、やっぱり原料ありきなもんで、浸積するのに時間がかかります。そうすると大きい粒とかちっちゃい粒がいっぺん混ざっとると、浸かる時間も変わるんで、微妙に品質に変化が出ます。で、我々が一番注意しているのが、豆を吸って煮沸して豆乳にした場合の濃度なんです。で、そういうところが、ばらつきが起こらないように、豆をつける時間とか、そういった部分でやる場合に、やっぱり大きい豆と小さい豆では浸かる時間も変わってきますし、割れてる豆等々であれば、まだ浸かる時間も変わってきますんで、非常にそういった部分で、豆乳の方のブリックスって言いますが、そういった部分に影響が出てきますんで、そういうものがないように、できるだけ、流度とか、等級等々を一定にして、生産すると非常に品質安定できますし、ぶどまりも向上しますんで、そういった部分で、そういったものが一つあればいいなというところです。あと、やはり市販病に関しては、まあ、やっぱりどうしてもおからの需要等々もあるもんで、おからの方に色が出ていかないかなとか、やっぱりそういった、あと、目面の部分とかいろいろありますんで、やはり、まあ、しっかりしたいいものをいただければなというところです。まあ、あと、まあ、先ほど言いましたけど、岩手県産に特化はしとるんですが、やはりまあ全国で不作等々、まあ、九州の方とかそういった部分で不作等々になれば、やっぱり岩手県の大豆も引っ張られてきますんで、そういった部分では単価反映とかいろいろしてきますんで、できたらやはり国内産、そういった部分をどんどん強化していただいて、しっかり供給していただけるようにお願いしたいところではあるんです。まああとは、さらに加工適性のある、そういったお豆腐、大豆ができてくれると非常に、ありがたいなというところです。あと、もう一つは、入札制度とかいろいろ検査とかで買っておるもんですが、やはり、大変恐縮なんですが、その農家さんというか、その出てくるところによっては、やっぱり品質レベルがだいぶ違うところもありまして、大きな枝が入ってきたりとか、それから、まあ、つい最近では大変恐縮ですが、ピンセットが入ってきたりとか、
そういった部分でいろいろやはり豆選別とかはされてると思うんですが、いろんな異物が入ってきている場合があります。まあ正直葉っぱとか鞘が入っているクレダは我慢して使いますが、やはりそういった金属系のもの等々入ってこられると、一応洗浄と石取り等々はしてますが、そういったものがちょっと通ってきますと、非常に機械が壊れたりとか、生産に支障が出たりとか、まあ、あと、まあ、ご存知のように豆腐つぐられる方はわかるかと思いますが、豆すりって言ってするわけなんですが、金属片がすられで入っていくと、まあ、それが製品に入っていったりというようなこともある場合になるんで、なんとかお願いしたいのは、各営農組合さんとか各その農協さんとか含めて、選別制度を一定にしてもらいたいなと、まあ、制度を上げててもらいたいなというのは、非常に我々からの強いお願いであって、やはり、しっかりきれいな、珍しくきれいな大豆を供給してくださるところもありますが、大変恐縮ですが、そういった部分が、鞘がでっかいのが入ってきたりとか、枝が入ってきたりというようなところもありますんで、ぜひそういった部分の制度を、均一にできるように、各、ところで、統一っていうか、控除していっていただければ、大変ありがたいなと思っております。で、つい先頃は、北東北流通協議会という協議会で、豆腐屋さんとかメーカーさんが集まった協議会があるんですが、10月2日、まあ、コロナ明けで久しぶりに、豆腐祭りということで、10月2日の豆腐の日に、イベントを行いました。盛岡のおでってというところでやったんですが、だいたいその時に、ちょっとアンケートを取りまして、そういった部分で、国産大豆っていうか、どういう豆腐欲しいですかというと、やはり国産大豆、まあ、ここにあるように、女性の方なんかは国産というところで、まあ、外国産はゼロということにはなってますけど、やっぱり気持ち的には、国産を買っていきたいという気持ちはあるんだなというようなところもあって、いや、あとは価格的なもの、あとは供給量的なもの、まあそういった部分で、そういった部分を含めまして、そういった結果も出てるんで、ぜひ我々としては、国産大豆というか、県産大豆の方にシフトを傾けてはいきたいなという思いであります。大体、このアンケートに関しては300人以上のアンケートを取って、こういった結果は一応出ておりました。まあ、今後なんですけど、まあ、お客様に求められる商品をどういうふうに作っていくかというところで、まあ、我々も中小零細なんで、地元でしっかりした商売をしていきたいというところであります。物流も含めて、広域流通がなかなかできない部分で、まあ、物流費も含めて、そういった部分で、広域に販売することが難しいような企業でもありますんで、ぜひそういった部分では大手さんにかなわない部分もありますので、なんとか地元でしっかり、いい商品作っての供給をしていきたいというところで、まあ、ご存知のようになかなか豆腐屋さんもだいぶ減ってきておりました中で、そういった部分で、まあ、ちょっと生き残りをかけてしっかりやっていきたいなというところで、いろいろお客様に求められる商品を作っていきたいなというところであります。まあ、あと、まあ、今後のうちの目標なんですが、まあ、希望としては、今、カナダ産の原料を、まあ、6割以上使っているわけなんですが、まあ、なんとか県産大豆の方を6割ぐらいにして、そういった部分で商品供給をしたいという思いが、まあ、会社目標ではありますが、持っておりました。で、なかなかやっぱり、外国産大豆に関しては、いろいろな今の状況、まあ、価格も含めて非常に高騰してきてます。まあ、あとは遺伝子組み換えという問題の中で、どん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 、そちらの方に切り替わってきてて、なかなか、大変なところもありまして、まあ、そういう部分では、国内産の部分の、大豆を使用して、安心安全なものをしっかり作っていきたいなという思いを持っておりましたので、ぜひ、こういった部分で、需要の拡大を進めていきたいと思っております。まあ、最後になりますが、まあ、国産大豆、県産大豆を増やすにあたってなんですが、まあ、増やしていく意味ということでは、まあ、一つはお客さんからの味の評価がいいですと、それから国産原料に対する消費者の信頼感というのがあると思います。それから、まあ、遺伝子組み換えでない外国産大豆の確保に、一つの先ほど言いましたけど、大きな課題を持っております。
外国産大豆の価格高騰、為替相場、世界情勢の影響による不安定さがあるもんで、まあ、GMO も含めた部分で、そういった部分が、今後懸念されているなというところです。まあ、あと、まあ、地元の原料で作る、消費するということで、環境負荷を減らせるというようなこととか、まあ、地元に根付いた、先ほども言いましたけど、しっかりした商売をしていきたいなというところで、今後も進んでいきたいと思います。まあ、あと、製造メーカーとして、需要の確保をして、皆さんが安心してこう売っていただけるというか、継続して使用していくことを、念頭に、まあ、そのためにも、供給を安定して行ってもらえるように、技術向上とか、収量アップとか、そういった部分で、体制を整えてもらえるようなことを、この場をお借りしてお願いしていきたいなというところです。まあ、メーカー、生産者、問屋さん、それから行政さん含めて、今後ともそういった協力の中で、どんどん国内産の大豆の需要を増やしていただいて、我々の方に供給していただければなというところで、我々もしっかり、需要できる、使えるように、しっかりした需要をできるように、今後も、しっかり活動していきたいと思います。まあ、栽培技術の向上とか、それから収量の増加とかで、供給を、量を増やしていただきたいことと、まあ、技術者に向け、まあ、今後、いろいろな補助とかご支援がいただけたら、今後、非常にありがたいなというところで、まあ、簡単ではございますが、今後とも一つよろしくお願いいたしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。